おはようございます。瀬戸康史です。本日は3月の31日日曜日、今日からねプレゼントを皆さんに渡しに行くということで、今日はね大阪からスタートなんですけれども、その前に昨日から行われているですねアニメコンテンツエキスポっていうね幕張メッセでやってるやつに行って、 3D プリンターで僕の自分のフィギュアをね作れるっていうサービスがあったので、それをねこう作りに行くわけですよ、自分のフィギュアね。で何着て何持っていこうかなと思って、結局上はこれねYouTube ジャージで、これねネクストアップっていう字までちゃんと再現してくれるのかどうかっていうのはねチェックポイントですね。ズボンは自由人パンツ、この柄をねどう表現してくるのかというのが、またポイントですね。あと僕小道具3個用意しました。まず1つ目、こちらね、はい、Amazon の箱、ね、これねもう空箱ですけど、これこう持って撮影したいなと思います。そして2つ目、2つ目はねこれね、このうんちくんハットをこう上に乗せて、これでね、こうやってねやると思います。3個目のこれ、ね、綺麗なジャイアンね。で綺麗なジャイアン、もともとフィギュアなんだけど、このフィギュアを持った状態でこれがこう 3D フィギュアにして、またこれがフィギュアがフィギュアになっちゃうみたいなね、そういうのできたら面白いなと思ってね、僕はこの状態でお願いしますと言おうと思います。ただね却下される可能性もかなりでかいので、どの程度却下されるのかっていうのを見ものだと思います。それではね僕9時からね幕張メッセで予約入ってるので、今からダッシュで行ってこようと思います。もう7時5分です。行ってきます。ただいま9時15分です。9時15分です。ただいま9時28分、そろそろ入れそうです。いやー、こんなすごいとは思いませんでした。さあ見えてきました、入り口です。入れました、ここだ。入れました、やっと入れました。場所を探さなきゃいけない。55番、はい、ただいま9時33分、こちらね、ソニーのこのねお姉さんがいるところ、ここがね、フィギュアのところです。ここで今からやるんですけど、今僕が迷ってたら YouTube を見てくださってる方が、僕がここにいるっていうのを聞きつけて、お二人来てくださいました。ありがとうございます。いつも見てますか？なんかどんどん、たくさん来た、たくさん来た。動画出ても大丈夫ですか？超嬉しいです。動画出てもですか？はい、来ました来ました。たくさんの人が集まってきてます。これが L、 これが M、 これが S か。どれにしようかな、これ。これが M サイズ。意外とね大きさが結構違うんですよ、これ。で僕 M サイズって言ってたんですけど、これ L ってこうかなと思います。 L サイズに変更します。はい、今ですね、フィギュアを撮る時のポーズが決まって、それから今お申し込みの段階です。これね紙をね今書きます。はい、メガネはですね、外して撮影するみたいなんですけど、一応後でちゃんとくっつけていただけるということみたいです。だから助かりました、メガネつけていただいて。どっちにしましょうか、絵的に面白い。どっかに目線の方ですか？はい、では今からですね、メガネ外して撮ります。これかぶってで、撮るときは、目線も動かしちゃダメみたいです。これ横もダメみたいなんで、一点を見つめて、で本当はここを見て、こうやってね、こう立ってこう見るみたいなんですけど、僕は今回の映像が回ってるんで、こっち向きでお客さんの方向いて、これで固まって撮ることにします。
はい、今終わりました。所要時間はですね、10分から20分ということなんですけれども、あちらの今撮影してくださった方はなんか日本で一番早い、撮影が早い方らしくて5分くらいで終わりました。ただね、きついのは一点をずっと見つめてなきゃいけないということと、あの表情がこう笑ってたらずっと固まってなきゃいけないっていうのがすごい大変でした。でもあっという間に終わりました。なんかやってますね。もう出来上がるんですね、当てたらすぐに。こうやってこれはなんか髪の毛の素材だけを使うということみたいですね。いやーすごい。はい、こちらの方、この方が こちらにいらっしゃるこちらの方が、このフィギュアになると。一緒な格好してますね。一緒ですね、一緒の格好、カバンまでもう全部一緒ですね。これが L サイズで、大体 900g で石膏でできてると。結構ずっしり重くてすごく硬い、硬いです、殴ったらすごい痛そうな感じですね、はい、僕も楽しみです、自分のができるのが、はい、僕も楽しみです頭のところがどうなってる、うんちがどうなるかっていうね。ありがとうございます。はい、3D フィギュアの撮影が終わったので、こちら幕張メッセを後にします。今日撮影を手伝ってくれたナシさんと一緒に海浜幕張まで行きます。はい、うちに帰ってまいりました。ですね、すげー楽しかったです。 3D フィギュア撮影、そのフィギュアコーナーはね、やっぱり値段が値段なんで、そんなにたくさんの人が次から次へと撮影してるっていう感じではありませんでした。なので行ってね、すぐ撮影していただくことができました。でね、ポーズなんですけどね、僕結局ね、このうんちくんハットかぶってこれをこうやった形になりましたけれども、なんかね、ジャイアンと僕の体の距離が離れちゃうと、なんかこう光が当たらないと影ができちゃうと、ここにね。だからそこはなんかデータが取れないので、このジャイアンを僕のこう体にくっつけてくれと、こういう風に言われてね、こうやって撮影しました。でこうなんかずっとね光を当てて、で大変だったのは目線、こうやって目見てて、こう横目見たりするのもダメだと。なので1点をずっと見ててくれということで、1点を見つめて、で瞬きは OK、 顔をこうほーって撮るときは瞬きはしないでくださいねっていうことだったんですね。ねえ、まあね、まあね、まあね、いやでも楽しかったです。で僕ね、実はもう一個、このアマゾンの箱ね、この空箱なんですけど、空箱持ってってアマゾンの箱持ってこうやってジャイアンを掲げたり、こういうのをやりたかったんですけどね。でもまあ向こうの方がね、なんか最初にこうやってやったらっていう風にアイデアをくれたら、あ、これいいなと思って、これでこうだから、なんていうのかな、仏像みたいなね、仏像みたいな感じに なっていいかなと思って、多分ね、だから僕がね、今回やったフィギュアね、できてくると結構神々しい感じになってくるんじゃないかなと思ってます。まあ2ヶ月後に連絡があってで来るって形になるんで、まあそれまでしばらく待つことにしようと思います。というわけで以上、 3D プリンターで作るね、 3D フィギュアの撮影に行ってきたというレポートでした。これから、今もう10人過ぎちゃったんで、川健さんにと成田空港カレンダーを渡しに大阪に行ってまいります。じゃあ川健さん待っててねー。